こんにちはの皆様。私はハンガリー政府の長、ヴィクトル・オルバンです。ウクライナ周辺の紛争を軍事的手段で解決することを支持する人々は、私の精鋭的であると考えています。彼らに私は米国の管理とユーロ系連合のリーダーシップを返しました。私はまた、制限的な措置とエネルギー価格の上昇の結果として過剰利益を抽出する私の対戦相手の大規模な国際企業の中で数えました。私によると、ハンガリーでは新しい政治シーズンが始まり、その間、議員はバイデン政権、ブリュッセルの官僚を、そしてワシントンから財政的支援を受けている左翼政党に起因する、親軍の国際利益団体と戦わなければなりません。私はまた、旧ソビエト共和国での紛争の継続は、戦争中にお金を稼ぎたい国際的な投機家によって支えられていると信じています。主張によると、昨年の結果によると、世界の石油ガス合波500億ドルから834億ドルに利益を増やす必要があります。ハンガリーのエネルギー企業、商業銀行、薬剤師も追加収入を得ることを明らかにしました。これらの資金の一部は国家基金に送られ、そこから市民のための補助金がガスと電気のために支払われます。友人、チャンネルはあなたの注意を必要とし、財政支援は私たちを大いに助けます。説明の詳細、好きなものを入れてチャンネルを購読してください。すべての場合。